能が集まった改めて、おはようさんじゃ。おはようございます。これが流れとったな。さあさあ、これよりはこたび名古屋に信州上田おもてなし部招待の面々がこたび名古屋城に来てくれたということで、せっかくだで、いつもな、あ、上田城でやっておる演舞をこの名古屋城で披露してもらいたいと考えとるんじゃ。その前に、ちと大きな人垣ができる上に、やるものは座れるものはぜひに座ってほしいという願いじゃな。はい、さようにございます。さらに、前の方に立っている方々は座れるのであれば、こたびはな、喫茶店のために車が出入りすることがある。はい、その際には皆で協力し道を開けてくれという願いじゃ。そこら辺を守った上で、ちとゆるりと天部の方を見てもらいたいな。まあ、そんなに人おらんから大丈夫か。しかし後ろの方が見えにくくしとったらちょっと行ってやるとか、はい、な、パッパと座るのかな、はい、いいかな。わしは特等席そこで見るか。わしもそこで。さあ、みんなの衆、信州上田おもてなし部招待の演舞、しかと楽しむがよい。さあ、いざ出陣じゃ。
我ら信州へのおもてなしの招待、真田幸村と全員じゃー。おやつの皆さん、こんにちは。こんにちは。信長様、こんにちは。元気などおはようございます。そして清洲城大角のお二人、こんにちは。いやー、信州から上がりました。信州言うたら分かるか、分からないの、分かるか。長野県じゃ、今で言えば長野県の上田市、これも分からんやろ。今で言えばな、ワイドビューシネマと長野新幹線使ったら3時間半ぐらいで行けるところじゃ。ちなみに上田市行ったことあるよというお客さん、お手を挙げくださいませ。すごいの、信長様はなぜでございますか。しかし名古屋を呼ぶにはギャラというものだ。いや、話が皆にはご必要されるものでございます。まあ、この後ろの絵は信州上田が生んだ英雄真田忠義でございますね。本日は5匹来てきた。しかしこの5匹、まあ、それもそうって知名度がほぼゼロじゃ。三好政界入道とか、サントリーサスケとか、霧ヶ峰の才三とか、メジャー3人、その他7人じゃ、こいつら。だから、この場をお借りして、皆様に知っていただきたい。では、まずは、こいつ行くか。源、いろんなところに武将を頼るの。木村様です。大角の前で言ってやろう。京都一のアイドル賞、掛け中だ。皆様こんにちは、掛け中蔵と申しまする。私、先ほども披露した通り、ひなまじゅうの使い手にございまする。ひなまじゅうの使い手と申しまする と、皆様ちょっとピンときませんかもしれませんが、最近ですね、大河ドラマにて八重の桜というものを放送しておりましたの。あちらの八重殿、あんな感じにございまする。どうぞお見知りおきよ。今でも八重殿の銃を置いた。なんてことこれが掛け銃殿でございまする。続きまして、木の元いろんなところに武将隊をございますが、こやつが最小でございます。一番ちっちゃい槍の名手、穴山小助。はい、あらす、穴山小助、槍の名手、穴山小助だ。雪村様の影武者筆頭として活躍しておりました。今でも背丈以外は職人でございます。今でこそ小さい小さい言われておりますが、うん、しかし400年前の平均男子の身長は、うん、俺と同じでございます。お前も高いんだ。お前も高い。あれ、横助でございました。これが日本一の槍の名手、日の本一やないな。名古屋さんに三エースをいらっしゃるからな。四番目にやりよう。じゃあ面倒くさい方が先終わらしとこう。海賊がしたの熱陣橋。頑張れてないですね。どうも皆様こんにちは。私、海賊頭熱陣橋にございます。なんで海のない信濃のうち長野県ですな。私、海賊頭がおるかと申しますと、時は遡ること400年前、大阪の陣にて、大阪の陣にて、私雪村様から水軍を任せられました。それゆえに海賊頭を名乗っております。なるほどの、そういうことでございます。上田城に来たおばちゃんの8割が海ないのになんで海賊いるのというクレームを言われます。ネズチンパチでございます。大阪でしか活躍しておらないネズチンパチでございます。よろしくお願いいたします。そして青いの行くか。チクリーン改め三好伊佐乳郎。皆様ごきげんよう、チクリーン改め三好伊佐乳郎にございまする。ありがとうございまする。三好伊佐乳洞、皆さんご存知ですよね。三好伊佐乳洞
は、秀吉政界入道の弟として大阪夏の陣で活躍した豪傑でございまするが、うん、皆様どう見てもあんた女じゃない、父じゃない、そうおっしゃる方いっぱいいると思います。400年前、私実は獣医師ではございませんでした。先ほどのご紹介にもありました通り、竹林院と申しました。竹林院ご存知の方いらっしゃいますか？竹林院知っとるか、竹林院。あ、何かいらっしゃいますね。ありがとうございます。チクチクしとるな、竹林院。じゃないです。はい。実はですね、雪村様の正室にございます。この度400年後、こちらに雪村様が蘇ってくると聞きまして。ちょっと待ってください。この先は、コスケ。すみません、届かなかったな。大丈夫です。よろしいですか？実はですね、信長さんはそんなことございませんけど、真田家の男たち非常に女癖が悪い、非常に女癖が悪い。今日も若い女の子たちたくさんいらっしゃってますけど、すぐ鼻の人バーッと伸びますもう柱の上でとても心配で心配で、いても立ってもいられませんでした。そこで三好伊佐入道様が、今回は蘇って来られないということで、代わりに竹林様行っていいですよとおっしゃってくださいましたので、伊佐入道の名を借りてこちらに参上した次第にございます。もうよいぞということで、もう雪村様の空から離れたくなって天井から舞い戻ってまいりました、竹林院こと三好伊佐入道にございます。どうぞお見知りおきのほどよろしくお願いいたします。三好伊佐入道でございます。もう4人もやったからいいやろお客様またかと思うと言いたいか。花田獣医師、先ほどの紹介いたした通り10人おるから1人ぐらいいつも出てこん名前がおります。ああ真田幸村、私の名前入れて10人と思ってるからな上田市民でも10人円、その最後親入りがこいつでございます。火薬職人の望月六郎。なんじゃなんじゃ、おぬしゃ、ガクトか通訳してるの、コスケ通訳いたして。僕の名前は望月六郎。僕の名前は望月六郎。火薬職人でございます。火薬職人でございます。後方支援の達人でございます。後方支援の達人でございます。過去に一度、過去に一度失敗したことが、失敗したことがございます大阪冬の陣にて大阪城の火薬庫に間違えて火をつけちゃったやりっぱなしかもでしたね。ありがとうございます。名古屋城の放送事故を発表しました。待ってきてよ、せっかくこちらお集まりの皆々様に上田の旬な話題を提供いたしたいと思います。では続けて言うか、お続きのグロー上田君、コスケ、はい、通訳ください。これから秋も深まってまいりまする。そのため上田城では欅並木紅葉祭りというお祭りが行われます。11月2日から10日にかけてでございます。そのお祭りではですね、たくさんの催し物が行われます。まずは気分は戦国武将乗馬体験。甲冑の無料試着体験。食欲の秋にぴったりの信州うまいも大集合という催し物がございます。そしてですね、我々信州へのおもてなし武将隊が雪村様と真田獣医師全員11人が揃った演舞がございます。
の11人演舞、これは11月2日、我々トップバッターでございます。ぜひとも大迫力の演舞ご覧くださいませ。望月六郎でしたと思っております。コスケ、ご苦労であった。信長様、申し訳ない。これが11月2日、うちらの武将隊全員揃うことは非常に珍しく、名古屋おもてなし武将隊さんはお忙しいから、なかなかそれはうちなんで揃わんのか。今年はまだ2回しか揃っておりません。10人おるからの、ぜひとも2日は必ず揃えるから、ぜひともお越しくださいませ。それではここでじゃんけん大会。